久保さん、もう、あれから10年にしましょうか。早いですね。なんかずっと毎日久保さんとやりとりしてるんで、まあただね、久保さんの昔のそのね、セミナー一緒にやってた頃と、とか、昔の映像を見ると、やっぱ、全然違うなと、ね。久保さんもだいぶ風格が出てきたなと。まあ僕自身もそうですね。僕も久保さんと一番最初にお会いしたのは20代ですからね。それに比べると、もう40になりましたから。 うん、ただやっぱね変わらないことがあるのがやっぱりお互い続けてるし何ですかねうーんそのまあマインドですね考え方の、まあ、全部が一緒ではないですけどもやっぱ共通しているポイントがたくさんある他の人に比べると共通してるポイントがたくさんあるしなおかつそこが太い 共通してるポイントの絡みが太いって感じですね。その考えはそうだよねっていう、ここのフィッティングのところが非常にあの太いのかなっていう。多分その久保さんとやりとりこんだけ続け、まあ久保さんのところでもねいろいろこうやりとりされてる方いらっしゃると思うんですけど、多分ここまでにはなんないんですよ。でなんないか、なぜなんないかっていうと、太くないんですよね。多分そこはつながりが。うん。やっぱねな、なんすかね、なんかそこはまあ、 言葉では表現できない老と老のセンスがあの親から会っていたっていうと,ところなんじゃないですかね。いってらっしゃい。